キサラギ駅、すっごーい。これガチかもしれない。ワニ、レックスのレックスを見ました。うちはパーク立ち入り禁止なので、毒物の見解としてどういうことだ。そうです。何の時間だよ。奇妙な入り口への扉はすぐそこにあるのかもしれません。どうも、極太ドラメントコウスケです。こんにちは。今回はですね、はい、存在しない駅、キサラギ駅、ご紹介していきますよ。まあ、キサラギ駅の映画化をやるということで、はい、まあ、今一度便乗してもう一度キサラギ駅について深掘りしてみようということです。そういうことです。がっつり便乗していこうかなという感じですね。はい、ということで早速見ていきましょう。はい、どうぞ。極太ダイナマイト。そもそもね、キサラギ駅なんですけども、2004年に気のせいかもしれませんがよろしいですかっていうスレが立ち上がって、そっから始まったんですよ。はあ、そうなんだね。18年前なんでね、だいぶ擦られてますね。それだけこうよくできたという。本当にそうなんだよな。なんかそういった回なんでしょうね。でですね、かすみという方が2チャンネルに投稿していくんですけども、先ほどから某私鉄に乗車しているのですが様子がおかしいのです。いつも通勤に使っている電車なのですが、先ほどから20分くらい駅に止まりません。いつもは5分か、長くても7、8分で停車するのですが止まりません。乗客は私の他に5人いますがみんな寝ていますみたいな。のでちょっとね、普段とはおかしい電車に乗ってしまったと言ってるのがこの木更木駅のスタートだったんですよ。はいはい。でですね、まあスレなんでそれを読んだ人たちからですね、はい、いろいろ指摘というかアドバイスがあって、まあ、まず1個言われたのが、運転席を見に行ってみたらどうだと。行ってみました。はい。そしたらブラインドというか窓に目隠しがしてあって、車掌さんも運転手さんも見えませんでした。路線は静岡県の私鉄です。つまりこちらから確認することはできなかったと。そしてさらにですね、窓を叩いてみろと言われまして、窓を叩いてみたのですが返事はなかったです。トンネルを出てから少し速度が落ちました。普段トンネルなんてないのですか。新浜松からの電車ですっていう風に言ってまして、ほうほう、ちょっとねなんか怪しい感じですよね。あ、はいはい。ただならぬ気配という、うん、そうだね。止まりそうです。駅みたいです。今キサラギ駅に停車中ですが降りるべきでしょうか。聞いたことも見たこともない駅なのですが。ここで初めてキサラギ駅という名前が出てくるんですね。ああ、そうなんだ。このハスミという女性はですね、はい、キサラギ駅で降りてしまいます。当然っちゃ当然なんですけど、その2ちゃんのスレを見てる人たちはですね、キサラギ駅っていうのを調べてみるんで、はい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 、でも出てこない。なるほど。この電車はハスミさんが乗ってからキサラギ駅で停車するまで1時間ぐらい走っていた。はいはい、一度も停車せずに。なんか、おかしいんだよね、もう、はい。で、駅から出てタクシーを探そうとしたんですよ。はい、まあ、そりゃそうだって感じだと思うんだけど、はい、ただですね、はい、この木更木駅の周辺にはタクシーどころか全く何もなかったと。はい、電子決済できたんだな。ん？ああ、いや。スイカとかだと。スイカとかできたけど。まあ、降りれた。まあ、降りれた。降りれたってことだから、結果か何かが、そうだね。そこには何か存在したんだな。確かに、そういうことだ。おい、穴をつくなよ。あ、ごめんなさい。ってなった時、まあ、じゃあどうするかっていうと、はい、まあ、電話しようと。まずですね、家族に電話しました。はい、今キサラギ駅ってとこにいるんだけど迎えに来てくれと。うん、まあ当然ですけど、どこそれって、うん、迎えに来れるわけがないんですね。はあ、2004年だからね、スマホじゃないからこう現在地を送るとかもできないし、ね、そうだね、確かに確かに、ガラケーだからな。でですね、公衆電話を探したけどなくて、はい、駅のさ名前がさ書いてあるじゃん、木更木駅書いてあって、はいはい、普通はさその下に右下と左下にさ次の駅と前の駅書いてある。うんうん、ある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 。それもなかったと。はあ、ただ木更木駅とだけ書いてあった。なるほどね。だからもうこの時点でこの蓮見さんは迷い込んじゃってるわけですね。奇妙な世界へ。そういうことです。はいはい。で彼女どうしたかというとですね、うん、家族からの連絡を待ちながら線路を戻って歩いていったんですよ。まあまあ間違いないな。うん、辿ってきゃ浜松に行くだろうはずだからな。来た道なわけだからな。ただ電車で1時間、まあ、しょうがないな。めっちゃ遠いけどね。めっちゃ遠いよな。1回も止まんね。でもそっか、急行とか快速の可能性があるから、まあないけど。いやいや、急行とか快速で1時間だったらもっとやばいよ。だからその途中でさ、うん、止まらないけど、ああなるほどね、駅はあるみたいな。なるほどなるほど、思ったかもね。そのスレミンからですね、どんなとこなのと、今見える周りの状況を説明してくれと。そしたらこのハスミさんは、近くには本当に何もないです。草原とか山が見えてるだけです。でも線路を辿っていけば帰れると思いますので頑張ってみます。ありがとうございました。っていう風に言ってまして。楽観的だ。うん。そんな中ですね、家族から電話が返ってきました。はい。お前がいる場所がわからない。だから110番に電話して助けてもらえと。
当然のことですね、はい、で蓮見さんは110番に電話しました、うん、まあおそらくその内容までは書いてないんですけど、はいはい、今木更木駅ってとこに行ってどこかわからないので助けてくださいみたいなこと言ったんでしょうね、はい、いたずらだと、まあそうだよね、思われちゃうんですね、うん、まあ、無理だよねそりゃ存在しないんだから、うん、そんな中線路を歩いてる蓮見さん遠くから太鼓の音が聞こえてきました。それと鈴の音が聞こえてきて、これは何なのかっていうのもよくわかんないまま彼女は線路を歩いていったんですね。怖いな鈴の音ってなんかめちゃくちゃ怖いよ本当に、うん、この時にですね、うん、おーい危ないから線路の上歩いちゃダメだよって後ろの方で誰かが叫んできました、うん、そしたら10メートルぐらい先に片足だけで立っているおじいさんがいたと。怖すぎだろ。片足のないおじいさん。僕はちょっと脱線するんですけど、うん、ロサンゼルスに旅行行った時に片足ない、まあ、黒人の方がいたんですけど、むちゃくちゃ怖かったです。でどういう状況でその人と出会っちゃったの？普通にコンビニエンスから出てきました。片足ない人が黒人、うん、だからこんな真っ暗な線路で片足ない、やばいな。確かにゲロ怖いと思います。コンビニから出てくるだけで怖いんでしょ、うん、夜の線路は無理よ。もうめちゃくちゃ怖いと思う。超怖い、うん、何その話実は後日なんかサブチャンネルかなんかで話そうです。ちょっと詳しく聞かせてくれよ、はい、それ線路を歩いていた蓮見さん、まあ、ちょっとねおじいさんを無視していったんですけども、うん、太鼓の音が近づいてきたと。音がどん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 大きくなっていったんですね、うん、そして電車に乗ってる時にあったトンネル、おそらくそのトンネルの前まで来ました。そのトンネルには漢字でイサヌキというふうに書いてありまして、後ほどわかるんですけど、このイサヌキなんてトンネルも存在しない、うん、この人すごいのが、うん、トンネル抜けてみようと絶対できない。闇が過ぎる。てかもう虫とかがめっちゃいそうだよね。あ、そう、それもね、うん、確かに確かに怖すぎる。山だしな。でもこの人入ってみたんですよ。すごいよなこれ。気も座ってんな。でですね、トンネルから出ました。そのトンネルを抜けた先に誰かがいるんですよ。失神するよそれでは足はあります。足はあります。いやいやいや怖えよ怖えよ。でですね、なんとその人がすごく親切な人で、近くの駅まで送ってくれると。でそこはビジネスホテルがあるからそこで泊まりなっていうことで、ああよかったって一安心ですよね。上が女性だったら絶対乗らないけどね。ちょっと恐ろしいよね。なんでいるのかもわかんないし、人が怖すぎる。で地名を聞いたんですよ、はい、ここどこですかと。そしたらひなっていう場所だって言ったんですね。ひな、うん、うん、まあ、これは静岡ではあるんですけど、浜松からは100キロ以上離れてる場所。1時間電車に乗ったわけだから、うん、そうだね。その距離的にはだから、うん、電車に乗った分を考えると間違いないのかもしれない。なるほど、うん、ただですよ、うん、この乗せてくれた人なぜか山の方に向かって車を走らせて。怖い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 、レイプされると思う。確かにな、うん、殺されるかと思っちゃうよ。まさか駅がある場所には思えない場所にどん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 進んでいってしまうんですね、はいはい、で蓮見さんからの最後の書き込みが、もうバッテリーがピンチです、様子が変なので隙を見て逃げようと思っています、先ほどから訳のわからない独り言をつぶやき始めました、いざという時のために一応これで最後の書き込みにしますっていうのでこのスレイは終わるんですよ。2チャンネルが過ぎるでしょ怖っってなってる時に、うん、カキコカキコって書き込んでるんでしょ。ネラーが過ぎるな。喫水のネラーなのか。喫水のネラーだ。で終わりっていう。何それ気持ち悪い。キサラギ駅の一連の話なんですよ。え、そんな感じなの？キサラギ駅って。そうだよ。え、じゃああとは創作なの？なんか、いやでもですね、ここで一旦終わるんだけど続きがねあるんだよ。2011年に蓮見さんを名乗る女性が再び現れまして、だから7年後だよ最初のスレができてからは、はいはい、どういう風な内容だったかと言いますと、うん、車に乗せられた後に隙を伺っていると運転手は車を森の中に停めました。別の方向から男性が近づいてきたかと思ったら車に衝撃が走り運転手が消えていました。その男性に逃げろと言われて光の方に歩いていったら7年後の世界の最寄り駅にたどり着いていました。2011年にこいつ来たの？タイムスリップしてっていうのが木更木駅の一連の流れがこれなんですね。いや俺さ、これがいつも今の木更木駅の全て、全てです。いや俺なんか勘違いしてた、もうここまでがセットだと思ったけど、うん、これ後付けなの。そうだからさ、ぶっちゃけこの最後の書き込みを本当のその蓮見さんかどうかわからないじゃん。わからない。多分そこに関しては俺創作だと思うね。そんな気がするよなこれは。だから一番怖いのはそこで終わってることなんだよね。そうなんだよね。月を見て逃げようと思いますで終わってんでしょ、うん、めっちゃ怖くない？希望的観測に過ぎないからなこれは、うん、だからマジで蓮見さんは謎の男に連れ去られた可能性もあるんだ。あれだってこの4年の蓮見と11年の蓮見が同一人物だとは限らない、うん、限らないもんね。そう、なんか模倣犯的な感じがするじゃん、うん、続き作りましたから。いやそうだったんだ、うん、怖っ。オチがないのが怖いわなんかね、うん、気持ち悪い。起承転で終わってんね、うん、気持ち悪いね。あ、そうだったんだ。木更木駅、これが木更木駅の全貌ですね。怖いよ。
あー、いや、これみんなも勘違いしてた人多いんじゃない？もう有名すぎて逃げろっていうやつとかも有名じゃない、うんうん、光の中行ったらそのタイムスリップしてた。そうだね、実際のスレはそこで終わってんだ、ね、そう、まあ、っていうのがね、やっぱコウスケが感じてる気持ち悪さも含めて、はいはい、いろんな人の記憶に残り続け、2022年に映画になるぐらいっていう。なるほどね、もんなんですよ。20年近く経つわけですから。本当だよ、すごいね、名作みたいな。本当、なんか相当インパクトの強い内容、強い内容だったわけですね、うん、ってことで以上、キサラギ駅でした。うん、いや、なんか当たり前を見直すじゃないですけど、うん、そういえばこんな内容だったんだな。うん、うん、そうだね。まあ思うことはありますけど、はいはい、まあ極太の見解をお聞かせいただきたいなと思います。はい、ちょっとね、創作にしては生々しすぎる内容で、うん、本当にその場にいるんじゃないかっていう風に感じさせるような文章がすごい多くてですね、うん、はいはいはい、じゃあそれを踏まえた上でなんですけど、はい、これはですね、嘘です。何の時間だよ、マジで。ずっと思ってた。ちょっと被せ気味に来たな。本当に。その1時間止まんなかった値段、いくらだったんだよ、そこの車間距離の値段。すげえ気になったわ。めちゃめちゃ気になったわ。めっちゃ高いだろうな。めっちゃ高いだろうな。ちょっと払えんくれみたいな。その手持ちなくれって言うめっちゃ高いんだけど。新幹線くらい止んないみたいな。リアルだな。確かに。とかね、いろいろありましたけど。そうっすね。ね、こんなもん嘘です。うん。意外にしろよ。本当にな、バカだよ。どうなんですか、その片足ないおじいさんに声かけられたとか。さ、もうそんなもんはねないです。ってか、まず線路に一応危ないよって、なんでお前いいんだよ線路おめえもだろバカ。確かに、まあ、確かに。何してんだよジジイ。夜中なのに聞こえてきた太鼓と鈴の音とか、うん、ないです。ないです。直結じゃん、太鼓とか鈴ってやればなんかちょっと怖そうな感じするじゃん。なるほど。別にさ、チェンバルでもよかったし。チェンバルって何？トロンボーンとかでもよかったし。あ、確かに。マリンバでもよかったし。タン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 でもよかったし。水分の練習かないじゃない。でもマリンバ夜聞こえても怖いな。怖い。確かに怖いですね。創作物としていいんじゃないでしょうか。そうですね。ぜひ皆さん映画を見ましょう。以上、極太ダイナマイトでした。ありがとうございました。極太のマーケットチェックかなー。ユーマって言っていいと思います、はい、アメリカテキサス州アマリロの動物園のカメラに謎の生き物の姿が捉えられました。ほ、その写真こちらです、どうぞ。あー、なんこれ、狼みたいな。うん、まあ、これちょっとですね、いろいろ考察がされてまして、はい、夜に出歩くのが好きな人が奇妙な帽子をかぶっている説。あ、俺もそうだと。ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーに登場するあのアライグマ説とか、ちょっと前にやったさ、もう正体が判明した、ああ、はいはいはい。ユーマ、ね。未確認生物のさ、あいつなんだっけ、コヨーテだったやつ。うん、なんか病気にかかったやつね。コヨーテだったやついたじゃん。うん、あいつ説、まあ、いろいろ言われて、結局何かはちょっと分かってないんですけど、大体なんかね、俺陸の新種ってなかなかこういうで、この人ぐらいでかいのってないと思うね。いや、ないよ。虫とかはね、たまに出てくるけど、このサイズの新種は行ってもいたらすごいね。いないと思うな。そうだな、難しいけどね。それかなんか CG っていうか作り物の可能性もあるしね。海だったら結構なんかワクワクするんだけど、陸はもうちょっと難しいかなって思っちゃうよね、正直。おかしいもんね。うん、そうかもな。だから動物園がその PR したくて、うん、あえてやったフォトショップ説は大いにあるね、それは。大いにあるね。海だとね、ちょっとわかんないですけど。そうだね。人型っていうのはなんかちょっともう無理だ。厳しいかな。もう、もしくはなんか人体実験が行われてたとかなんならわかるんですけど。怖いね。中国じゃないからね。でも中国やったらそれあるけど。中国やったら本当に怖いわ。嘘とかじゃなくて、人体実験は絶対に行われてるからね。中国は怖いけど。それは怖いわ。それ もっとなんか話がこじれる怖さだわ。アメリカなんでね、ちょっとまだ分かんないですけどね。皆さんはこれを一体どう思いますか？はい。以上、極太ダイナマイトでした。ありがとうございました。